いわき市小名浜の割烹一平。店長で料理長を務める長谷川隆さんが体調を崩し一時休業していましたが、店を建て替え今年2月に再オープンを果たしました。大勢のリピーターにね、応援していただきまして、今日こうやって迎えられたってことはもう何にも言うことありません。この店の自慢は地元で水揚げされた常磐ものを使った料理。私も海鮮汁。海鮮汁が水と刺身で、はい。割烹であっても肩肘張らずに食事ができるのも人気の理由の一つです。おかみさんはじめ従業員の方々がすごくもうなんていうの、明るくて、うちに帰ってきてご飯食べてるみたいな状況ですね。長谷川さんの妻の雅子さん、おかみとしてスタッフと一緒にさまざまな困難を乗り越えてきました。東日本大震災の津波で被災しましたが、およそ1ヶ月後に営業を再開。水揚げされる常磐ものは徐々に種類が増えてきましたが、まだ以前のようにはいかないものがあります。もうね、10年ですよ。私はこのある国ができるまでは死ねないなと。震災前はあんこうのどぶ汁とともに一平の名物だった歩くウニ。口の中にこのウニの味と香りがいっぱいに広がります。こうプリプリしてて新鮮ですね。ウニ漁はすでに再開していますが、今はすべて貝焼きに加工されていて生きた状態では流通していません。水揚げ量が以前の規模に戻って再び歩くウニが流通する日が来るのを心待ちにしています。もう歩くウニっていうのは入っております、うちのメニューの中には。ですからもういつでも体制をちゃんと整えてますから、本当にこのウニだけが今度あとはできれば嬉しいことです。営業を始めて84年目、割烹一平は今も多くの人に支えられています。地元ですので、そういった意味では皆さんに声をかけて機会があればお邪魔したいなというふうに思います。新型コロナの感染拡大を受けて営業時間の短縮や店内での感染対策など飲食店には厳しい状況が続きます。それでも再び自慢の歩くウニを提供できる日が一日も早く訪れることを願いながら営業を続けていきます。いつかは必ずね、戻ることがあると思いますから、その時までは頑張ってこの仕事に取り組んでいきたいと思ってます。